アニッシュ・カプーアは、インド・ボンベイ出身の現代彫刻家。同世代の彫刻家の中で非常に注目されている、うちの一人である。ロンドンに在住している。作品はシンプルな形状の立体であるが、表面に光を反射する金属や光を吸収する染料などを用いており、見る者の,の視覚に強い影響を与えている。カプーアの母は、 バグダードのユダヤ人共同体出身のユダヤ人で、父はパンジャーブの家系に生まれたインド海軍の水路学者だった。カプーアは1954年に生まれ、デヘラードゥーンで教育を受けた後、1971年から1973年にかけてイスラエルに渡り器物で働きながら電気工学を学び、イギリスに移って、ロンドンのホーン税芸術大学、チェルシーカレージオブ、 アートデザインで学んだ。トニー・クラック、リチャード・ディーコンらと共に、1980年代、初頭のニューブリティッシュ・スカルプチャーと呼ばれる、新しい彫刻の傾向の代表的作家の一人と数えられるようになった。1990年、ベネツィア・ビエンナールでは、イギリス代表として出展し2000年賞を受賞した。また、よ1991年、ターナー賞を受賞している。 彼の古典は、ロンドンのテートモダンや、ヘイワードギャラリー、スイスのバーゼルにある、クンストハレ、スペイン・マドリードのソフィア王妃芸術センター、カナダのオタワ、ベルギー、フランスのボルドー、ブラジル、ニューヨーク近代美術館、イタリアのミラノ、ビルバオのグッケンハイム、オランダなどで開かれたことがある。また、日本では、名古屋市にあった工場グラギャラリーで、早くから発表していたため、 名古屋市美術館に個人像の作品が帰宅されているほか、金沢21世紀美術館など各地の美術館に作品が高級設置されている。また、宝飾メーカーのブルガリから B01 と名付けられたアクセサリーのシリーズを出している。2003年大英帝国勲章 CBE を受賞した。パブリックアートの仕事も多い。シカゴの市街地には クラウドゲートというステンレス製の対策が設置されている。東京都立川市の安高祭ビル北側にも山という作品がある。2012年のロンドンオリンピックにあたってはオリンピックパークに立つ高さ115メートルの展望塔でイギリスでも最大のパブリックアート作品であるアルセロールミッタルオービットを設計した。2015年8月中国新疆ウイグル自治区。 カラマイシの巨大なステンレス製オブジェがクラウドゲートの盗作であるとして訴える意向。を。ありがとうございます。